それではゆっくり休まれてください。ああ、あれ、綱手のばあちゃんってばどっか行くの？ナルトか、ちょうどいい。お前に特別任務を与えようと思っていたところだ。特別任務？それってば何？これから私の旅行に付き合え。は、旅行？どういうこと？実は綱手様は今日から数日間特別休暇に入られるんです。このところずっと働き詰めだったからね、たまの休みを満喫しようと思ってたのさ。そこでだ、お前には私の休日中の手伝いをやってもらいたい。なんで俺がばあちゃんの手伝いなんかしなきゃいけねえんだよ。だいたいばあちゃんと一緒に行動してるといろんなところに迷惑かけそうで嫌だってばよ。なんだと？ほら、すぐに熱くなるし。そう言われると余計に連れて行きたくなってきたよ。ナルト、これは五代目火影としての命令だ。これから付きっきりで私の手伝いをしろ。なお、任務の拒否、中断は受け付けない。最後まで私に付き添うように。冗談じゃねえってばよ。しずね、しっかりと任務ファイルに書いておくようにな。はあ。さあ、それじゃあ出発しようか、ナルト。強引すぎるってばよ。それでまずはどこに行くんだよ。そうだね、まずは砂隠れに行こうか。砂隠れね、了解だってばよ。ナルト、休憩だ。早っ！ばあちゃん、まだ半分も来てないぜ。いいじゃないか、時間はたっぷりあるんだ。まあ、いいけどさ。しかし懐かしいね。ばあちゃんってば、ここに思い出でもあんの？いや、数えきれないほどの思い出があるよ。ジライアやオロチマル、そしてサルトビ先生、
ここでいろんな修行したもんさ。へえ。ま、藤兵衛はいつもジライアのやつだったけどね。ねえ、他にはそういう話ってないの？そうだね。ばあちゃんたちもいろいろあったんだな。さて、程よく休憩もしたし、先へ進もうか。そうだな。おし、そんじゃ出発だってばよ。当たり前だってばよ。おまけにこの日差し、体に応えるね。ええ、見た目は若くても中身はばあちゃんだからな。そりゃ体に。いでででで。バカなこと言ってんじゃないよ。私はまだピチピチだ。すぐ殴る。ほら、さっさと行くよ。おーい。忍びの旅だ。そういう堅苦しいことはなしだよ。それよりも疲れた。ナルト、ちょっとどこかで休もうか。そんじゃ、里の奥に行ってみようぜ。お前に送りたかったんだが。うん、
方ないわよ。すごく見つかりにくいんでしょ。ああ、あの砂漠のバラはかなり運がないと見つからないって言われてるからな。風の砂漠にあるって情報だったんだが、それでも砂漠は広いからな。あんな場所でバラの形をした砂なんて見つけることできねえよ。クソ。そんなにイライラしないでよ。でも本当に手に入れるだけで幸せになれるバラなんてあるのかしらね。聞いたかい。バラの形をした砂か。そんなんで幸せになれりゃ苦労はしねえよな。ナルト、その花何としてでも手に入れてきな。俺が今から。もちろんだ。うまい具合に入手先も分かったじゃないか。俺も少しは休みたいんだけど。そんな年寄りみたいなこと言うんじゃないよ。ほら行った行った。ばあちゃんが手伝ってくれればいいのに。私は年寄りだからね。砂漠の日差しは応えるんだよ。ばあちゃん、さっきはピチピチだって言ってたのに、逃げ方がずるいってばよ。バラの形してる。やった、砂漠のバラゲット。よし、あとは綱田のばあちゃんとこに持っていけばいいんだな。絶対びっくりするってばよ。はあ、楽しみ。そこだ。よっよっとよっよっとよっよっと。待て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 。なんだ。お前さっき砂漠のバラを手に入れてなかったか。なんでそれを知ってるんだよ。そりゃあれだけ大声で叫んでたら誰でも気づくさ。その花かなりの高値で取引できるんでな。悪いが俺たちがいただくぜ。くそ、そんなことさせるかよ。
ばあちゃん、なんとか持ってきたってばよ。おお、やるじゃないか。あれ、ばあちゃんってか、なんでそんなに砂にまみれてんだ。これは、そのあれだ、ちょっとそこで転んじまってね。ばあちゃんってばどっちだってばよ。失礼なよ、そのまったく。ほら、早く花をよこしな。立派な花じゃないか。でもばあちゃんがこんなもん欲しがるなんて意外だってばよ。私がもらうわけじゃないぞ。え、え、これを私たちに。ああ、探していたんだろ。持っていけ。ありがとうございます。これは一生大事にします。まあ、二人で仲良くな。はい。嬉しそうだったな、あの二人。ばあちゃんの人が悪いよな。こういうことなら初めから言ってくれりゃいいのに。あいつらは今後私を尊敬し崇めているだろう。ふふ、気分いいね。そうだな、ばあちゃん、いいことしたな。って、ちょっと待てよ。散々苦労して花手に入れたのは俺だってばよ。そう簡単こと言うな。休憩は十分にな。そろそろ次の土地を目指して出発だ。次は川の国に向かう。遅れるんじゃないよ、ナルト。無理やり話を進めやがった。がっくし。
もう少しで川の国だな。懐かしいね。ばあちゃんもここに来たことあんの？この国の川に生えている藻が医薬として重宝されててね、医療の勉強をしていた頃によく取りに来たものさ。さて、先に進もうか。まだ先は長いぞ。うん、そうだな。たちはさっきの、さっきはやられちまったが、今回はそうはいかねえぜ。まだやられ足りないってのかよ。当たり前だ。お、なんだ。あい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 、なんて綺麗なお姉さんを連れてんだいよ。お、私のことかい。わかってるね。おいガキ、お前にはもったいねえ姉さんだ。ちょいと借りていきたいんだが、いいだろう。いや、それはやめといた方が。どうです姉さん、俺たちのアジトに来てみやせんか。うまい食べ物は用意されてるんだろうね。当たり前です。特上のやつを用意してます。ふふ、面白いじゃないか。ナルト、ちょっと行ってくるよ。な、待った待った。心配するな、私なら大丈夫だ。行きましょうぜ。この奥のホラー穴が俺たちのアジトでさ。ああ、こりゃ早めに連れ戻さねえと。あった、お前は俺たちの相手をしてもらうぜ。あの姉ちゃんもバカなやつだぜ。自分の身に危険が迫っていると気づかずによ。いやいや、それ反対だってばよ。何言ってやがる。もういいぜ、こいつやっちゃいましょう。バカ、こっちはお前たちを助けてやろうとしてんのによ。確かこの先のホラー穴にアジトがあるって言ってたな。ってことは間違いなくあそこだな。よし、ダッシュで行くってばよ。早く行かねえと、盗賊のみんなが危ない。
と。恐ろしいほど静かだってばよ。持ち合わせてねえんだけど。さっき言っただろう、川の国には胃薬になるものがあるって。ああ、そういえばそんなこと言ってたな。しょうがねえ、取ってきてやるか。医療忍者がわかんねってばよ。気分爽快。やれやれ。だが食いすぎてフラフラなのに、なんであんなに暴れてたんだよ。あれを奪われそうになったんだ。私が怒るのは当たり前だろ。そろそろここを出ようぜ。あ、そうだね。で、次はどこに行くの？その前に、ナルト、
お前にこれを渡しておこう。なんだこれ、ただの砂の塊しか入ってないけど。いやー、これってば砂漠のバラじゃねえか。めちゃくちゃ小さいけど間違いなくあの花だってばよ。ふふん、なんでばあちゃんがこれを。なーに、お前が砂漠のバラを探している最中にたまたま私も花を見つけてね。たまたま。そういえば俺がバラを持ち帰ってきた時、ばあちゃんってばなんでか砂まみれになってたけど、もしかして。とにかくその花はお前にやる。私には小さすぎるからな。サンキュー、ばあちゃん。なんだ、こんなところまで。どうしても五代目にやっていただかないとならない仕事ができまして。里に戻っていただけないでしょうか。私たちだけではどうにもならないのです。はあ、仕方ない。名残惜しいが戻るとするか。おっす。ばあちゃんってば休まる暇ねえな。火影って大変だってばよ。そうでもないさ。今回はいい休暇だったよ、ナルト。また行こうな、ばあちゃん。そうだな、また行こうな。